福島駅からほど近く、餃子の店やまめ。福島餃子の会会長として活躍するご主人の作る餃子。福島の餃子はご飯のおかずじゃなくて、お酒を飲みながら食べる餃子ということを、なんていうんですかね、他の町の餃子とは違うと思ってやっておるんですよ。色よく焼き上げるため、2日間寝かせた自家製の皮をカリッと焼き上げる福島円盤餃子。ぷっくりとした焼き餃子はサクッとした食感で、中には野菜がたっぷり。野菜7割、肉3割、ニンニクを控えたヘルシーであっさりとした餃子です。餃子はお持ち帰りもでき、お土産としても人気です。皮も具も手作りでやっておりまして、餃子の皮はですね、練ってから、3日目ぐらいに使うように、2日間は熟成させてから使うようにしてますね。熟成させることによって、舌触りとか、餃子の、焼いた時の色の具合が非常にいいんですよ。またあと餃子の数なんですけども、初めていらっしゃった方は大抵びっくりなさるんですよね。一皿に20個も入ってますんでね。でも食べて、見てびっくりして、その食べた後にまた美味しくてびっくりというようなお客様が大勢いらっしゃいますので、皆さんもぜひ福島に餃子を食べに来ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。餃子の店やまめ、ぜひお立ち寄りください。